やっさんの鹿仲間さんが怪しい人物を見かけたですって。さすがっす、さすがの鹿情報網っす。おやっさん、おやっさんは鹿の中の鹿であるだけでなく、男の中の男っす。いや、むしろ男っす。僕も早く渋くて惜しいおやっさんみたいに一人前の男になって。あれ、どうしたんすか。おやっさん、置いてかないでくださいよ。大使様、ここに見た目も動きもズバ抜けて怪しい人物がいる。それが鹿仲間さんの証言でしたよね。お願いします。うん、そうっすか。じゃあ下手人探しましょうか。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。おお、おしゃ、ほれ、出発。なんという怪しい動き、そして手の込んだ逃亡方法。あの逃げ慣れている感じはただものではないっす。そう、我が輩はただの紳士ではないよ。高貴で賢い、強くて優しい素敵紳士だよ。紳士？お願いします。何でしょう、おやさん。まったく、紳士というものはだね、この我が輩のように。令和の神と欧州三代素敵紳士たる我が輩にぴったりなどは一体どちらだね。あなたのようにという部分がよくわかりませんが、つまりおやっさんのような男の中の男ってことっすね。なんだって、そのしかも紳士なのかね。おお、確かにどことなく紳士らしさを感じるね。飛行の自慢の紳士児か。いい線は言ってるようだが、決定的なものが足りないね。まさか、おやさんの男ぶりに足りないものなんて。お願いします。それはヒゲ。鹿には素敵なヒゲがないだろ。そこが我が輩に今一歩及ばない残念な点なのだよ。おやさん、好き放題言われたままではお時間が去るっすよ。お願いします。おやさん、次なる自慢場所を求めての船でである。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。いつ見てもいい我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。頼む、ヒゲだけは無駄ないで。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。どうぞどうぞ、見ていってどうぞだよ。いざ尋常に。おお、終わっておったのか。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。ハルヒサ様、ジャスクは日々精進しておりますぞ。我が輩のヒゲ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。その自慢、ちょっと突っ込んで聞きたい俺がいる。よくも直井君を、いや石部君だっけ。ああ、新田君だ。おお、俺たちも負けてらんねえぜ。お願いします。お願いします。
カノスケの推理はすごいぜ。お願いします。俺の朝行終わってしまったんだ。やあ、負けねえ。やあ、お願いします。時間をつけよう。あまた試練を超え立派な雨子武将となれ。集中します。拙者も負けてはおられませぬ。最後の陣を落としに行かれるならばお供しますぞ。溢れる神秘の機運が隠れることも許さない。水も滴るいいヒゲは艶やかだろう。飛行海中君といったかね。その地下神秘を自慢しに来たようだが、結果は我が輩の見事な逆転勝利だね。いろいろ間違ってるよ。まあ置いといて。待て、超人突破。うちのおやつさんはこんなもんじゃないぞ。調子に乗っちゃいました。おやつさん、なぜそんなに怒っているんですか。キリンジ、鹿之助、大活躍。で、あれで、あ、待ってください、おやつさん。